ちは、ゆりちゃんです。今回はですね、ちょっと何を思ったか、五合林の方にあるですね、宝満川っていう川に来てます。宝満川はいつもは筑後川につながってるんですけども、そこに近いところぐらいしか行ったことないですね。結構ここのポイント的には、水門なんですけど、その筑後川からですね、結構上流側に上がってきてるんで、まあやったことないですね。初めての場所になります。で、結構ですね、見た感じおーって感じで思ったのは、自分がですね、ヘラブナ釣りを始めてた頃、熊本なんですけど、浜戸川とかですね、加瀬川とか緑川とか、まあなんか似たような感じのポイントがあったんで、まあこれやったら釣れるかなーって感じですよね。まあやったことあるとこに若干似てるからいけるんじゃないかなーなんていう気はしてるんですけど、どんな感じかちょっとわかりません。とりあえずですね、ポイントをうろうろして、どの辺がいいかなーっていうところを今探しているとこですね。まあ初めて来るとこなんで、ちょっとドキドキワクワクな感じですね。で、自分がですね、今持ってる情報としてはですね、数日前にここの水門で釣りをして釣れましたよって、まあそれだけですね。あとは何にも聞いてないです。ああ、そういえばなんかいろいろ聞いとけばよかったなーって後で思いましたね。もうクリークとかばっか行ったら、まあ釣れんやったら即移動とかするんですけど、川とかだったらですね、もう入れるポイントっていうか、台が出せるポイントがですね、限られてたりするんで、まあ魚もそんなに大きく動いたりしないしですね、まあそういうのもあるんで、もうちょっと下準備をしてから来ればよかったなーとちょっと反省してます。僕こっちに出しますね。あ、いつもそこで出す。僕あっちのこういうところで出してる。そんな足場とか入ってる。中に入ってる。意外にこっちの方が。よかったり。はい。相当浅いですよね。浅いですね。こっちがもうちょっと深いぐらい。深いかな。11尺でここでやってもめちゃくちゃ1本ぐらいしかなくて、でどんくらいとかな、1時間半ぐらいやって動かんけんが伸ばして全く一緒やみたいな。あれみたいな。もうちょっと深くなったのかな、真ん中で。
また過ぎてる。水系がね、おるけど全く食わねえこれ。サイズ的にはいいんだけどな、全然泳がんし。そこが通って出てくるんかな。そううろうろはしよう。そうですね。もう結構ここら辺は泡付けをし始めます。え、マジで。バカみたいに。もう俺に至っては根掛かりしすぎでちょっと移動。何が沈んどうかわからんけどめっちゃ引っかかるマジで。今日7、8本行っとうけど。これでまた引っかかったら泣けてくると。うせうせだろ。あ、全然深いわこっち。うっそ。マジでこんなに違う。最初からカメラ回しとけばよかったな、こんなことになるなら。スレヨーケンでやった当たったって思ったら、くそーやばい、せっかく寄せたのにまた一から寄せないか。触りはあるっすか。
まだない。ああ。潮が上がってこんと食わんのかな。なんか近くにおるけど食わんもん。マジでなんか上げるたんびに擦れるんだけど全然食わんちゃけど寄ってるんだけどな、擦れるぐらいいるはずなのに。ないです。全部すれ。多分底釣りしようけど、そこよりちょっと上になんかずっとおる。でも宙に上げたけんって言って食うわけでもないみたいな。かなりの食いしぶり。うわ、マグやん。これマグやろ。あ、ヘラか。マグかどっちか。どっちだお前は。おお、カロリってヘラ。やった。なんかもじりようけど。本流でもじりようけど。マジか。ボコってやるよ。やばい、ドマブが来た。マジか。だーん。なんでなんで。さっきまでヘラやったの。やばい、ドマブ。めっちゃ引っかかるけどヘラブナが釣れる可能性があるとこか、マブしか釣れない引っかからないとこか。なかなか選択難しいな。
これ30センチぐらいは多分一気に上がった気がする。いやマジでこれ俺大水没しそうやスレスレになってきた、やばい。もう今更台動かせないんだけど、今動かしたらまた寄せ直さないかも。あー葉もわからん、これちょっと半端ないもんね増え方が。結構この辺のやつとかはですね人気商品なんで、毎年早い時期にですねもう春前に結構売り切れたりするんで、もう早めに買ってきた感じ。3種類ですね、マルキューのマッシュポテトと玉さんポッテとアメリカ産の3種類ですね。今からちょっととりあえず、1カップでどれぐらいの重さになるかを測ってみたいと思います。マルキューこんなに硬いですもんね、これぐらい。現在ですね、いろんなことを試してみてはいるんですけど、どんな感じでやったらですねこのマッシュポテトの違いがですねうまく皆さんに伝わるかなっていろいろやってみてるんですけど、なかなか難しいですね。やっぱ自分でこの混ぜた時の感じとかばらけ具合とか感じる重さとかを伝えるっていうのはなかなか難しいんですよね。まあ、とりあえずですね、今いろいろ研究してやってる途中になります。よかったらですね、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。